今回、70歳の古希のコンサートということで、清居ホールで演奏会を10月13日に行いますけれども、まあ、自分としては、若い頃は50歳ぐらい、でもうやめかなと思ってたんですけど、まさか70歳でこうやって弾けてるとは、夢にも思いませんでした。今回はスペインを一応テーマにしまして、プラテロと私という、スペインの田舎町、の、いろんな、風物詩を、語った詩があるんですけども、その詩に、ギターの、曲がついているので、プラテロと私というのを、演奏します。中島智子さんをお呼びして詩の朗読をしていただきます。それと、藤木大地さんというカウンターテナーの、素晴らしい、歌手がいらっしゃるんですけど、竹光さんの日本の歌とか、有名な曲を、何曲か、歌っていただいて、僕がギター伴奏ということで、行います。藤木さんは本当にピアニッシモが素晴らしい、歌声なので、ぜひ聴、いていただきたいと思います。それと、まあ、ギターの、オリジナルのソロの曲を、これもスペインの、曲なんですけども、自分にとって、まあ、第二のふるさとであります、スペインの曲を、演奏したいと思いますので、ぜひ聴きに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。